ベルナー・ファイマンは、オーストリアの政治家、連邦首相、オーストリア社会民主党党首などを歴任した、オーストリアのウィーン生まれ、ギムナジウムに通っていた頃に政治に興味を示し、ウィーン十五区で学生評議会の代表を務めている。1981年から1987年までは、オーストリア社会民主党の組織局である、オーストリア社会主義青年団のウィーン支部代表を、 務めたが、この間、1983年に、ローマ教皇がウィーンを訪れた際にアンチポップスとフェステストのスローガンを掲げ、ヘイトスピーチを行い当局の管理下に置かれたことがある。学歴について、国民議会の公式サイトにおける、議員名簿欄には、ウィーン大学において、法律学部に在籍したと記されているが、在籍期間は明記されていない。 2012年夏に放送されたオーストリア放送協会第2放送の番組 ORF サマージェスプラック2012では実際にはオリエンテーションに参加した程度で試験は一回も受けたことはない。と語りその頃にタクシーの運転手として働いていたことも明かしている。1978年から1985年までの ファイマンの詳細な経歴が明らかにされていない点は、ミディンビルフォルト・バーラックス・ GMBH が主催する、ウェブサイト安全ッやと、ットも2011年8月5日の投稿で指摘している。1985年から1988年まで、セントラル・シュパールカッセで、コモンカウンセラーを務め、1988年から1984年までは、 オーストリア社会民主党の支持団体である、オーストリア陳尺人協会のウィーンヒットを代表を務めた。1985年、ファイマンは当時最年少でウィーン市議会議員に当選し、1994年まで市議会議員、地区評議員を務め、1994年から1996年までは住宅建設、都市環境開発整備担当政務官、 ウィーン地盤環境、都市環境開発整備基金の総裁、ウィーン経済支援基金の副総裁を務めた。1996年から2007年までは、生活住居、住宅建設、都市環境開発整備担当政務官を担当し、2002年には大規模の私有不動産を売却し、公営資産の民営化を図り、数万戸の新規住宅建設を実現させたが、 不動産の売却額や手法についての適正について野党からは疑問を呈されている。2006年10月に行われたオーストリア社会民主党とオーストリア国民党との連立政権協議に関する経済部会に当時の社民党党首偶然バウアーによって召喚され国政レベルでメディアから注目を浴びた。2007年1月11日運輸技術開発 イノベーション担当大臣に任命され、2008年12月2日まで、務めた。2008年6月16日、偶然バウアーは、党内の支持基盤が弱体化したために、自ら社民党の幹部会において、党首の座を降り、公認にファイマンを推挙し、ファイマンは暫定党首に就任した。同年7月7日に、国民党との連立政権解消に伴い、 偶然バウアーは、次回の国民議会解散繰り上げ総選挙における主犯指名候補を辞退し、ファイマンが主犯指名候補となることがほぼ確実となり、同年8月8日のリンツにおける、党大会で98.36%の支持を受けて、正式に戦後8代目の党首に就任し、主犯指名候補となった。2008年の国民議会総選挙で、SP は、 第一党となったが、11議席を失い、過半数を得られなかったため、再び VP との連立政権を容疑なくされた。経済的な危機化の中、経済界から早期の安定政権を望む声に応え、11月23日に、両党は連立政権の合意書に署名し、2008年12月2日、ハインツ・フィッシャー連邦大統領に認証され、新政権が発足した。 2013年の国民議会総選挙で SP 和後議席減となるも第一党を維持、再び VP との連立政権を継続し、ファイマンは主犯指名を受けて首相職を続投した。オーストリア国民議会政党別議席数及び投票獲得率と議席の増減2012年10月13日にザンクトペルテンで行われた社民党大会においてファイマンは 党首として支持率83.43%となり、同党の近年最低の結果となったが、2013年9月29日に行われた国民議会総選挙では再び主犯指名に立候補した。結果として、社民党は再度第一党の座を維持したが、後議席減という結果となった。ファイマンは選挙の結果を受けて、国民党以外の政党との連立政権は、 考えていない旨を公言している。2013年のザルツブルク州の衆議会選挙において6議席数を減らし、国民党に第一党の座を明け渡し、続く2015年のシュタイアーマルク衆議会選挙でも VP との連立政権は維持したものの、州首相の座は VP に譲る結果となった。2016年4月24日の大統領選挙においては、社民党、 国民党双方の候補者が第1回の投票で落選する結果となり、党内の支持基盤が決定的に弱体化した。移民政策に関して、党を県の EU 諸国に対して EU の難民受け入れ条件等を許容しない国へ、経済的な制裁を科すような発言を通じて、国内外から批判が高まる中、世論を背景としつつ、政権の運営継続が困難となった。 さらに2016年4月24日に行われたオーストリア大統領選挙で国民党と国民党の与党双方から出馬した候補者が落選する事態が発生しファイマン政権への国民からの不信感は明確となった2016年5月9日ファイマンは首相職と社民党党首を辞任した内閣総辞職ではないため ハインツ・フィッシャー連邦大統領はこれを受けて政権の継続的運営を暫定的にラインホルト・ミッター・レーナー副首相に指示、社民党の党首はウィン市長のホイプルが務めることになった。5月12日、社民党幹部会はオーストリア連邦鉄道代表取締役を務めていたクリスティアン・ケルンを首相公認及び党首として選出し、5月17日に 大統領官邸で認証され、ケロンが正式に首相に就任した。現在、ウィーン州議会議員、地区評議員を務めているマルティナルートビヒハイマンと2001年に入籍、二人の娘がいる。ありがとうございます。